どうも、タケユーです。霊夢よ、マリサだぜ。ゲミリアよ、クランだよ。さて、今日はこちらのイベントからの全開リプになるよ。まずはやっぱり、タケユーの戦績を見せてもらわないとね。大きく失敗していたのを見たわ。ちょっと調子が悪くて。どれどれ ?1 回目はともかく2回目は失敗すぎでしょ。防衛援軍にスーパーガゴが出てきたんだよ。スーパーガゴとストライカーは防衛援軍として強すぎよね。それに、ダウンホール級では初めてだったから見事にクエヒーが瞬殺されました。タケユーは使い物にならないから、その代わりに他の方の全開リプを見ていくわ。まずは僕の村から。この配置は昔に動画にしたものよね。うん、配置のリンクはその時の動画で貼ってあるよ。編成はゴレホグだぜ。ざっくりとしたプランをまず説明していこう。まずはゴレパートからだぜ。ゴレパートは下から展開してきたわ。そして、交わったこの部分にジャンプの呪文を出して中に入れたわ。この時点で、僕のゴレホグ対策の逆を突かれていたんだ。というと？この配置、ババキン、アチャクイ、クランの城を見ると、やや上に偏って配置しているよね。これらはホグの天敵になるから、ゴレパートは上から来ると思っていたのよね。それでホグを下から始めると読んで、この辺りに巨大爆弾を置いていたんだけれど。それがゴレパートで踏みつぶされちゃった。ってわけね。ホグは三時側からスタートして、半時計回りに回す形だったぜ。かなり綺麗にやられたよ。実際の攻めもそろそろ見ていくわね。そろそろ見ていきたいかの会心。いやなんだよそれ。なおうぶ主は理系の模様。いや明らか歴史ネタ多いだろ。歴史ネタなんてしたことないよ。嘘つけ。そろそろ動き始めるかしら？相変わらず竹雄以外の攻めを見るときは安心できるわね。竹雄は常にギリギリにところにいるから。まずゴレを出してタゲ取りをした後、ウィズでサイドカットをするよ。回収施設のカットね。逆側も同じ感じだね。この辺りって、金庫、タンク、ダウンホールがあるから壊すのに時間がかかるわよね。そこはアチャクイで壊すみたいね。アチャクイよりそれやすいババキンは、ちゃんとウィズでのサイドカットが済んでから出したね。綺麗な形だぜ。この面からのスタートだと、火力は少し高くなるけれど、クロスボウに木を狙えるようになっているね。外周施設がかなり綺麗に壊されているから、確実にジャンプで中に入りそうね。タウンホールを壊して中に入っていったあたりからまた火力一段と高くなるから、ここにレイジを打って一気に壊す作戦だぜ。援軍にもらってきているボーラーがかなり刺さるわ。タウンホール9以下での援軍ボーラーが化け物だというのは法律で決まっているからね。法律って対法律よ？いや昔すぎるだろ。てかそんな法律そもそもねえよ。とか言っているうちに、援軍、アチャクイ処理まで。ホグパートがスタートしたわ。中でババキンがまだ盾として働いているうちに始めたのね。この配置は結構ホグにやられることが多いから、少し対策しようかな。かなり仲間でえぐられているから、ホグが進む道が一本道ね。これは辛い。ここでまず一つ目のヒールだぜ。ホグにとって地味に厄介なスケルトントラップが、アチャクイがまだ生きていることによって処理できるのね。ここでホグライダーの天敵であるババキンと合流。ただ、ホグの量が多いからそのまま突っ走っていくぜ。そして最後のヒールだね。範囲攻撃施設であるウィズ島からホグライダーたちを完璧に守るわ。もうこれで全開が見えたわね。ガゴやアチャ、ベビドラを、ホグの通った後に施設回収として出すことで、時間切れの心配もないね。フリーズまで残っているわね。これであとは松だけ、松平定信だね。今回は3人で登場だよ。いや知らねえよ。あのダノブちゃんが3人だなんて、ダノブちゃん呼びやめろ。後の回収は倍速していくわ。ナイス全開でした。私も竹雄の村を全開してくれてすっきりしたわ。それはどういう意味だよ。次のアタックに移るわ。次がサムネにあったアタックね。具体的な編成はこちら。ゴレウィズにスケルトンが加わっているぜ。それと、少しホグが入っているね。攻め方としては、ゴレでタゲ取りしながら、ウィズとヒーローで進め、ゴレがタゲ取りしているうちに、壁越しの施設をホグとスケルトンで壊すわ。タゲ取りがかなり重要になってきそうね。説明するのもわかりにくいから、もう早速アタックを見ていこう。まずは角大工を忘れる前にアチャで壊しているわね。大事なことだね。大事だと言うならタケユーも見習って時間切れ減らしなさい。背後最もな意見です。二次側のサイドカットとして、ジャイを混ぜて壊しているのがいい工夫なんだぜ。これが登場したね。これでタゲ取りして、ウィズとアチャクイで後ろから施設をカットするわ。こうやってこれでタゲ取りしている間に、ウィズ島に向かって一体ホグライダーを投げるよ。何のためかしら？ほら、援軍が釣り出せたね。防衛援軍は、僕が苦戦したスパガゴとストライカーだね。この組み合わせはクエヒーで行くのは相当難しいんだぜ。スーパーガーボイルにもかかるように、ポイズンは結構奥めにかけたね。あと2体のゴーレムも出して、ここから本格的にスタートよ。何度か過去にも言っているけれど、トラップ確認のために、ウォールブレイカーは、先に1体別で出すといいね。完璧な壁開けね。ここから中に入れていくよ。この後、基本的に左半分は、ホグライダーとスケルトンの呪文で壊す流れだぜ。
こういうところでもゴレのタゲ取りを活かして、その隙にホグライダーを一体出して壊すんだ。こういった細かいタイミングがしっかりしているのね。そう、スケルトンの呪文を出すときも同じだよ。もう少し後ね。ウィズトーが壊せたタイミングで奪を出すことによって、ウォールブレイカーは奥の壁に向かうようになるわ。ウォールブレイカーの出すタイミングも狙っていたんだな。ここからスケルトンパートだよ。待ってました。十字方向に援軍でもらってきていたゴーレムをさらに出し、そのうちにスケルトンとホグを出すよ。どうしてこの場所にゴレを出したの？クロスボウや大砲が集まっていたし、何よりウィズトーのタゲ取りができることで、スケルトンの呪文が活躍するよ。スケルトンの呪文は範囲攻撃施設に弱いんだぜ。まだまだ呪文は残っているわね。テスラ森にも落としたね。ユニットの攻撃が届かない区画の中に、直接呪文を入れるんだぜ。さらにはクロスボウにも落としたわね。スケルトンだけではなくホグライダーも少し入れることで、ちょっとしたタゲ取りや、火力の補強につながるわ。ずっとゴレにタゲを取っているから、クロスボウを壊すのも簡単ね。あとは最終区画にも最後のスケルトンの呪文を落として、このまま全開だね。いやー、タケユーには絶対できない攻めだったわね。リンカーンさんとは何度かイベントでご一緒しているけれど、配置に合わせて面白い編成できてくれるから、すごく参考になるし動画映えして動画のネタとしてありがたいよ。いやいや後半は本音ダダ漏れじゃねえか。ナイス全開でした。タゲ取りの重要性について着目しながら見てみたわ。クラクラではどんな編成にも共通して言えることだね。ということで、今回はイベントでの全開アタックでした。イベントではカンスト陣が多く見られるから攻めも守りもハイレベルで楽しいわね。それでは、ご視聴ありがとうございました。